でしょ。大丈夫なのとか言われちゃった。じゃあ私帰るね。かずみ帰っちゃうの？かずみ。何？そういうのちょっとひどいんじゃない？何が？おかしいんじゃない？おかしいって。この間のことで機嫌悪いだけでしょ。知らないよ。どうすれば治るって。ねえ見て見て。ん？どう？香り展示会にこれ出すの？うん。悪い？まあいいんじゃないかな。ああ何そんな言い方。どうせ私才能ないしね。才能じゃなくてやる気がないんでしょ？もしもし。ああうんうん大丈夫。携帯の番号教えたっけ。いいけどさ別に。でもないかな。何かあったら電話ちょうだいね。あ、そこの電球壊れてるんだ。取り替えようと思って忘れちゃったの。それじゃあ。こんにちは。あ、こんにちは。今度は下の階の人と喧嘩なんかしないでよ。あ、新しい人入ったんですか。そうなんだ。浪人生だって、うん、前の人と違っておとなしくしてるから安心してていいよ。なんだかいいんだけど。大丈夫だよ。閉じこもって勉強ばっかりしてんだから。じゃあね。はい。あのね、変な人が最近多いからさ、閉じまり気をつけてよ。はい。じゃあ。お腹すいてたんだよな。ごめんな。ほら。どう？
では泉沢さん、私が3つ数えたら目を覚ましますよ。1、2、3。どうですか気分は。なんかすっきりしてます。そうすりゃよかった。中にはね、すっきりしないなんていう人もいるのよ。あ、またうちでお願いします。はい、はい、どうぞ。はい、記憶障害ということははっきりしましたね。やはり3年前の事故の前後だけ記憶が欠落してます。記憶は戻りませんか。あなたこの間からずっとこだわってるわね、その時の記憶。どうして。退院してすぐに引っ越してるんです。そのことで母ともギクシャクしてて、事故のことも曖昧で気持ち悪いんです。はっきりしたいんです。あの、私も吸ってもいいですか。うん、どうぞ。毎晩のように夢で見るんです。一度目が覚めると眠れなくて。眠れないの。薬ちゃんと規定通り飲んでますか。はい。どんな夢見んの。わからないんですけど、夢の中でいつも血まみれになってるんです私。なんだよ、またかよ。お前最近しょっちゅう喧嘩してないか。ダメなんだよ、私女の子のグループって苦手。女、チーズどこ。後ろの棚。え、あれじゃないの、その自転車やったっていうのもそいつなんじゃないの。まさか女の子が自転車ひん曲げる。よし、はいよ、一番テーブルお待ち。何やってんだ。夏休みの課題。さあ聞くぞ。
前も早く食えよ。うん、ちょっと待って。お前さ、そうやってカメラマンぶんなって。なんで怒んの？別に怒ってねえや。怒ってる。なんですぐそうなるわけ？人がせっかく作ってやったものをさ、早く食えって言ってんだよ。いただきます。もしもし。うん、今帰ってきたとこ。え、別に帰りやらへんけど。え、ああ、学校の展示会があるから帰れへん。うるさいな。分かっとるよ。ほじゃほじって何遍やっとるの。どうせ親戚が集まる後日なんやから。こんにちは。急な患者さんが入っちゃったんで、ちょっとお待ちください。ちょっとのこと分かんない。じゃあ帰り予約入れてってくださいね。はい。あ、薬ちゃんと規定通り飲んでくださいよ。由美ちゃんお願い。急な患者さん入ってきちゃって。あ、どうぞ。今私のこと笑ったでしょ。松本さん、今日は帰りましょうね。先生、私のことバカにしてるでしょ。早く帰らないと。先生、私の話今日聞いてた？ちゃんと聞いて
た。何言ったか覚えてる？覚えてる。明日また話の続き聞いてあげる。はい、じゃあ今日この間の続きね。事故の記憶も潜在的に残ってる可能性があるし。何かおかしい？ごめんなさい。なんか不眠症の原因を催眠術で調べるっていうのが。催眠術じゃないの、催眠療法っていうのよ。日本じゃ珍しいのよ。他の先生方あまりやらないみたいだしね。ゆみちゃん、これお願い。先生。何？寝不足だと死にたいような気分になるのはどうしてですか？さあ始めますよ。ゆっくり呼吸をして、はい、体を楽にしてくださいね。この顔を消された女性とはこの写真を撮る1ヶ月前に転校してきました。それから3ヶ月してこのクラスは崩壊しました。自殺者1、2、3、4人、精神科に収容された者、この担任の教師を含めて7人、残りの生徒たちも先を争うようにして転校していきました。いや、何が起こったのかよくわからないんですよ。ただ確かなことは、この転校生が突然行方不明になって、いまだに発見されていないということだけなんです。吸ってもいいですか？どうぞ。今時刑事はどこ行っても嫌われます。みんなタバコ吸うからですよ。私にも一本くださいませ。え？ああ、どうぞ。
嫌われるのはタバコのせい？きついな。この女性とクラスメートが殺してみんなでバラバラにして捨てた、そう証言する生徒もいましたが、物証は何も出ませんでした。いや、警察もお手上げでしたね。またタバコの量が増えて市民に嫌われちゃう。なぜ私のところに来たのか話が見えないんですけど。あ、すいません。いや、この失踪した女性と川上富江、川上富江っていうんですけれども、名前聞いたことありませんか？実は3年前の岐阜県警の捜査資料に同じ名前が記録されてましてね。川上富江、名前だけじゃなくてどうも同一人物らしいんですよ。同級生の男子生徒による殺人事件の被害者です。加害者の名前が、失礼。加害者の名前がこれ、田辺浩二。こっちは確かな証拠も証言もありました。でもなぜか遺体が現場から消えていた。で、結局この事件も未解決のままです。それで川上富江が岐阜で殺された現場というのが、今先生のところに来てる泉沢月子の部屋だったんです。泉沢月子のいた高校に転校してきたんですね、川上富江は。二人はすぐに仲良しになったらしい。でも当時泉沢月子が交際していた田辺という生徒が、この川上富江に惚れちゃって、それでまあよくある話なんですよね。泉沢月子はその事件のことで先生に何か相談してるんじゃありませんか？彼女を本当に何も覚えてません。知ってます。部屋で発見された泉沢月子は記憶喪失の状態だった。彼女の母親は娘に事実を知らせまいとして交通事故だったということにしたでしょ？そう思い込んでます。わざわざ転校までさせたんですからね、母の間。でも今はどうなんですか？あの事件のことを何か思い出してるんじゃ？思い出してません。私のところには不眠を訴えてきたんです。不眠ですか？そいつは面白いな。どういう意味でしょう？川上富江は3年前の岐阜の事件とこの私の事件とで、つまり二度殺されているんです。いや、実はですね、警察の未解決事件の中にはこの2件以外にも彼女の名前が記録されてるんですよ。一番古い資料だと明治の初期ですよ。川上富江って一体何者なんでしょうね。どうやら私のライフワークになりそうでしたね。Thank you.
べな。いらない。疲れちゃっててさ、ごめんな。ごめんな。ちょっと静かに置いてくださいよ。いいから早く洗うの。僕は何とかしてくださいよ。あいつ、いいから早く洗うの。僕はおい、まあ、もうちょっと静かに洗えよ。あもんねいち。あお前さ、うん、今日のスタジオ予約入れといてくれた。あ入れた入れた。あお前建て替えた分早く起こせよ。俺今金ねえんだよ、後でな。ふざけんな、お前の分も払ってねえじゃねえか。前払っただろ。カルトペペロンならガーリックオアトコーヒー2つでシーザーサラダとアンチョビとオリーブのピザ以上。カルボペペロン生ガーリックコーヒー。あなんだよこれ、読めねえって。まあ頑張ってくれよ僕さ。はい、もしもし。おう、どうした？ナナ、今度のライブのチケットまた頼むわ。また？うん。やだ、絶対にや。今度のさ、箱結構でかいんだよ。ほんとスカスカじゃまずいからさ、頼むよ。だって絶対売れないんだもん。そんなに立派にしたかったらタダで配っちゃえば。ふざけんなっつーの。もううちのバンドもマジでヤバいんだって。今度ヤバかったらさ解散だよ解散。解散してどうすんの。どうするって、就職すんだよ。就職って。俺さこのままシェフになろうかなと思ってんだけど。シェフ？うん。いいんじゃない。いいんじゃないって。お前どうすんだよ。何が。将来。将来、はあ、そうだね。うん、将来か、何も考えてない。カメラマンになるんじゃないのかよ。なれるわけないじゃん。なる気もないしね。何？チックに私たちのことバラしちゃおうかな。ふざけんなっつーの。まあいっか。陰でコソコソやってる方が盛り上がるしね。お互いうまくやろうよ。
ずみ？かずみなの？そこそこ。ごめんね、なんか急に呼び出しちゃって。何でもいいから早く撮れって。だいたいお前何でこんな夜中に写真撮んなくちゃなんねえんだよ。何かあったのか？ちょっとね、友達にひどいことされてるかもしれないんだ。なんだよひどいことって。内緒。誰だよお前友達って。ねこう後ろから抱きしめるようにしてみて。そこじゃなくて、ここを押した。こうかよ。もっとちゃんと。なあ、どういう意味があんだこの写真。別に意味ないよ。今こういう気分なの。ちょっとやめてよ。ほんとわかんねえよな、お前って。なんか俺立ってきちゃったんだけど。裏切らないでね。え？ちゃんと殺せた。私たちもう一緒にいない方がいいわね。なあどうしたんだよおい。何があったんだよ。どうしたんだよ。なんだよ。何があったんだよな。あら痛かった。痛いはずだわ。だってこれマニキュア落としたもの。私見てるのつらいわ。頼むからさ、頼むから捨てないでくれよ。そう
んなに悲しい目で私のこと見ないで。俺何でもするからさ、捨てないでくれよ。俺何でもするから、何でもするよ、頼むよ。本当に何でもするの？何でもする。じゃあさっさと死んでよ。犬の散歩に来てた主婦が見つけたそうです。かわいそうに犬に見つけられちゃうね。は？新人。よろしくお願いします。ほら大輔、うちのベテランで大河君、何でも相談乗ってくれるから。でもいやらしい相談しちゃダメだよ。うちはバイト同士の恋愛は絶対厳禁だから。本当だよ、絶対ダメだって。店長とバイトも恋愛禁止でしょう。禁止でしょう。そういう決まりはない。ね。あ、店の中案内しようか。こっち。や、店長。最近彼とはどうなの？相変わらずです。そっか。先生は彼氏いるんですか？いない。もしかして一人っ子ですか？どうしてそんな風に見える？妹いたけどね。じゃあ診療始めよっか。はい。じゃあここ座って。たまにはいいでしょ、こういうとこも。はい、気持ちいいです。ちょっとね、一つ聞きたいことがあるの。何ですか？この人知ってる？いや、知りません。そう、ならいいんだけど、ちょっとね、録音テープで聞き取れない箇所が一箇所あったから。そっか。あ、ねえ、夏休みじゃない？実家帰らなくていいの？お母さん、あなたのこと待ってるんじゃない？どうした？事故の前のこと忘れちゃって、ずっと不安だった。すごく仲のいい友達がいたような気がするのに全然覚えてないんです。でもその子の顔が夢の中でぼんやり見えたりするんです。ここにほくろがあって、でも顔が全然思い出せない。
この子同級生でしょ。はい、あたそんなことまで言ってました。ボーイフレンドだって言ってたじゃない。でも事故に遭ってすぐ振られちゃったんです。私転校しちゃったし、なんか事故のせいで何もかもなくしちゃったような気がしてて、うちのお母さん引っ越してからずっと苦労ばっかりしてたし、お母さんいつも一人で頑張ってるのに、私にはどうしてあげることもできないから。今日はここまでにしましょう。事故のことをもう気にしない方がいいんじゃないかな。あなた今写真とか恋人とかそのお母さんのことだっていろいろやらなきゃいけないことあるでしょ。でもあなたは昔に戻りたがってばかりいる。そこに戻って何かやり直したいことがあるのかもしれないけどね、過去には何もないの。厄介な自分の亡霊がいるだけ。言ってることわかるかな。なんとなく。私だってやり直したいことあるわよ。どんなことですか。秘密。なんか戻りたくなくなっちゃうわね。わざわざすいませんね。誰なんです、会わせたい人って。実は泉沢月子の同級生が殺されました。細野先生です。どうも。だいぶ落ち着きましたが、相変わらずわけのわからないことばかり。僕たちだけで話したいんで外してもらえます。それじゃよろしく。これが彼ですよ。ほら、これ。まさかこんなところで会えるとはな。山本君。彼先月病院を脱走したんですよ。俺病気じゃないよ。病気じゃなけりゃ何なんだこれ。自分でやったんですよ。入院中に錯乱して劇薬を自分でかぶったんだそうです。精神に異常をきたしていると診断されているが、私にはそうとも思えない。俺何もしてないよ。早く出してよ。お願いだよ。あれ？なんだろう？この500ウォン。
君はね、釣り船嵐の現行犯で捕まったんだよ。博士！山本君。ん？君の学校で何が起こったのか、ちゃんと聞かせてくれないかな。やっぱり狂ってますか？さあ、何とも言いません。殺して切断した川上富江の首が土の中で生きていったと。とてもじゃないが調書には書けないな。妄想は幻覚じゃないんですか？先生、本当のことを言いましょうか。私はね、川上富江の事件を解決するつもりなんかないんですよ。どうせ捜査したって立件なんかできっこないんだもん。だってね、相手はどうも人間じゃないような気がするんですよ。どういう意味ですか？川上富江はどの事件でも共通のキャラクターを持っています。恐ろしく美しくて、出会った男たちは彼女の虜になって例外なく狂っていく。そしてその中の誰かが必ず富江を殺してしまう。ところが殺してもバラバラにしても彼女はその肉体の一部からでも再生することができる。これが殺人現場に遺体が残らない唯一の説明なんです。もはや法律の及ぶ存在じゃないわけですよ。で、私の願いはただ一つ。上富江に会ってみたいんです。会いたいんですよ。先生、くださいよ。いい加減にしないと訴えますよ。さっきの話聞いたでしょ。川上富江はこの町にいるんですよ。だから何？富江の目的は何ですか？知らないわ。そんな泉沢月子ですよ。富江は彼女に何かしようとね。店長、
投げんじゃねえ、殺すぞ。おい大輔、大輔何やってんだよ。ちょっとおい道、お前には渡さないからな。何わけわかんないこと言ってんだよ大輔。お前も信用できねえよな。お前がどうしたんだよ。おい、いらっしゃいませ。はい、香織、どうしたの？急にごめんね、現場中だったんだ。うん、聞いた？ん？何を？いいの？何でもない、いいの。どうした、香織？なんか変だよ。これからちょっと盛り上がろうかと思って誘いに来たんだけど、作業中じゃ無理だよね。じゃあね。香織？香織？はい。あ、何言って、今バイト中だよ。最近ってこの前会ったばっかりだろ。なんだよ、俺今ちょっと疲れてんだよ。また後でかけ直すから。
泣いてたわよ。電気つけろよ。嫌よ。この方が雰囲気あるでしょ。今の誰？モテるのね、サイガ君って。店長は？知らねえよ。お前のせいで店もほったらかしだよ、店長。あの人変態よ。あんな顔してしつこいのか。おかしいのは店長だけじゃねえだろ。みんな。みんな？どうしたの？もう立ちっぱなしで足が痛いよ。やっぱりウェイトレス向いてないわね、私。お前何をするつもりなんだ？何が？知らないわよ、私関係ないでしょ。ふざけんなよ。みんなめちゃくちゃにしやがって。お前は一体。何よ、それでおしまい？ねえ、サイガ君、あなた泉沢月子ってことを付き合ってるんでしょ？偶然ってすごいわよね。あの子ね、私の友達なの。聞いてない？月子に何かしたのか？月子のどこがいいの？好きよ、サイガ君。従業員の履歴書です、はい、店の中にあと2人。おい、はい、スタッフ行ってくれ。会議に帰ったか。店の従業員同士で殺し合ったようですな。学生のアルバイトがもう一人いて、行方が分かってません。
はい、少々お待ちください。先生、警察の原田さんからお電話ですけど。ダメだぞ、勝手に人の部屋に入ってきたりして。ダメだよ、お前みたいな奴はお仕置きしないと。目が覚めた。月子、
会いたかったよ、月子。それなのに、やっと会えたと思ったらあなた、私のこと全然覚えてないじゃない。すごく悔しかったのよ。トミー、これ覚えてる？あなたが学校中にばらまいた写真思い出したでしょ？何？化け物って。ひどいことするんだから月子。先生に何したの？知らない。西賀くんに聞いてみれば？私関係ないもん。ふざけないで。何したの？あー、その言い方。懐かしい。変わらないわね、月子。私嬉しいよ。泉沢月子の持ち物検査を始めます。あなたカメラマンになるんだって？かっこいいじゃない。あなた二十歳になった？じゃあ私より二個上か。そうやって年取ってくんだよね、みんな。何これ？トミエ、やめてよ。ふん。何よ、この写真。あなた本当に才能あるの？子もさ、そのうちくだらない男と結婚して頭の悪い子供を産んですぐにシワシワのババアになるんでしょ？いいね、それが女の幸せよね。私は化け物だからさ、永遠に可愛いまんまよ。かわいそうでしょ？
ごめんね月子、また月子の好きな人取っちゃって。でもね、西賀くんってひどいやつなのよ。私の他にも香織ちゃんってことも遊んでたんだから。知らなかったの？相変わらずお人よしね月子は。男なんてね、みんなくだらない生き物なの。いい加減気づいたらどう？私のこと思い出してほしかったの。あんなに仲良しだったじゃない。その友達に化け物呼ばわりされて、私がどれだけ傷ついたと思ってるの？なのに全然覚えてない？許される？晩ご飯ねえ月子、一緒に写真撮ろうよ。二人一緒の写真ってなかったよね。ほら、笑って。私あなたに言わなきゃいけないことがあるの。Thank you.
会い損なったか。どうして逃げる
るの？私のこと忘れようとしたって無駄よ。私たち友達でしょ。ふざけないで。あんたなんか消えてなくなって寂しい。私寂しいよ。あなたに会いたかったのに。やめて。やめてよ。もういい。分かってるよ。私あなたが殺されるのを見て喜んだよ。友達じゃない。ずっと憎んでた。友達なんかじゃない。お願いだからもうやめてよ。こんなことやめて。お願いだから。いや、本当のこと言うとね、私あなたに言わなきゃいけないことがあるの。何よ。何が言いたいの。月子が忘れてる大切なことよ。だから何よ。私はあなたで、あなたは私なのよ。月子、それも忘れちゃった？バイバイ、トミエ。